どうも、食の贅沢のはるかです。今回は美味しくて見栄えも良くて香りもいいビスケットチーズケーキを作ります。で、このケーキ、まあ、イメージで言うとビスケットチーズビスケットなのでこう食感も楽しめつつ見栄えも楽しめつつっていうレシピになってます。生地の方、これをこうサクッて食べた時にふわって香るようにちょっとオレンジピールを入れていこうかなって思うので、今回はビスケットチーズケーキを作りたいと思います。で、このビスケットチーズケーキ、僕アメリカのレシピサイトでこのやり方というかイメージを見かけたんですけど、それがまあなんかオシャンティーというかかっこよくて、いやこれをやっぱり日本人向けにしてこう食べた時にふわっと香るというか、柑橘系の香りを使ってちょっと今回は上品めに仕上げていきたいと思います。開かない、あるあるマジで開かない。で、次ここでオレンジピールを加えます。で、これセリアで買ったんですけど、これよっ、この 30g、 これがすごい絶妙で、さすがセリアとということで、今回はまたこれを使っていきたいと思います。よし、では型に生地を入れていきます。で、今回は僕もびっくりしたんですけど、この型、これにこのブルボンの天然酵母クラッカー、これがぴったりハマるんですよ。ちょっとテンション上がっちゃったんですけど、まあ上がりますよ、ハマるんですよ。なのでこれにこれをはめていきます。ただ家にあるやつが大きさ合わないなと思ったら普通に切って入れても全然大丈夫です。で、あとはこれを焼いていけば完成になります。で、ビスケットは上と下が重なり合うように置いていきましょう。ということでこれを焼いていきます。
ではいただきます。じゃあでっかくいただきます。あーうまいまずオレンジピールの香りがすごいっていうのと、このビスケット生地なんていうのはちょっと湿ってる感というかこの表現良くないな。形は残りつつしっとりしてる感じ、これがすごい食感にアクセントになるので好きというわけで今回はビスケットチーズケーキをご紹介したんですけれども、ビスケット自体すごい淡白なものを使うので結構その生地は濃いめで香り強め、これが合うかなっていうレシピになっていますので、ぜひ試してみてください。でこの動画いいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter、Instagram やっていますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。